ライトつけていくわ。ライトつけていこう。怖いかな。マジでちょっとこれは怖い。これさ、渋滞してる側から行ったらよくない？今思ったんだけど、渋滞してる側だったらさ、ゆっくりだからさ、車もわかるでしょ、わしの存在。右は速いわ、もう速くて抜けねえわ、これ速すぎる、右はちょっと。急ドアで嫌だよ。今ちょうど左側渋滞してるんだよ。左側が親指アウトレットパーク渋滞をしてるから、左から行くか。どうせこれ上りだからさ、わし焦げないと思うから、どうせ途中でダウンするから、最初から歩いていくけど、なるべく左側から行くわ。全然途切れないな、これ全然途切れないわ。全く途切れない。途切れてくんないと渡れないからさ。全然途切れない。とりあえず渡る。左側渋滞してる方から行く。渋滞してる方からの安全だわ。今なら渡れそうだ。行きます。安全。あ、いいっすね。ゆっくりだわ。ゆっくりゆっくり、もう自転車と同じぐらいのスピードで走ってるもん。車も自動車全く動かないから、渋滞のおかげで。ありがたい。せざるを得ないから、向こうもさ、もう渋滞しちゃってるから、もともとゆっくりだから。よかったよかった、利害が一致してる、これ素晴らしい。よかった、これ親指アウトレットパーク渋滞に救われてるよ。途切れないから、この渋滞。ただ電波がちょっと分かんないけど、電波がどうなるか。もうちょっとこれアングルを何にしよう。渋滞が起きてるから。あと780m。いや、これしかルートないから。しかもトンネルの出口と入り口の部分にはちゃんと歩道があるんですよ。ここだけないんで。
ジの国から届け電波ないでしょ、だって水があんま迷惑なってないよ、これだってみんなゆっくり行ってるもんだ、最初からみんなゆっくりできてるから、ほらもう渋滞起こしてるからね、マジで渋滞起こしてんじゃなくて、クルーズ来たの今、国からトンネル通ってんだけど、怖すぎる、歩道が狭くて、歩道が狭い、トンネル1キロあるし、
この渋滞が延々と続いてる。もうあの10キロぐらいこの渋滞続いてるんですよ。1キロ宿便が出たんじゃないでしょ。宿便が出たから気持ちいいんじゃなくて、やっとこれ排ガスを吸わずに済むね。さあ、みんな富山県ですよ。ここから富山県、富山県小矢部市。あ、こいな。いやー、わしの故郷にやってきたわ。マジでこのアウトレットパーク渋滞なんとかせんといかんだろう。アウトレットパークにね、入りたい人は知らんけどさ、そのまま富山に抜けたい人にとっちゃこれもういい迷惑ですよ、この渋滞は。アウトレットパークなんて興味ないからさ、みんな。あそこでさ、駐車場入る車が渋滞するんだよ。だいぶ先だからね、アウトレットパークって。まだトンネル2本越えなきゃいけないからね。相当だよ。チンゲ剃ってたら救急車で運ばれたら恥ずかしい。わし確かに、あの、わしは陰毛全部剃ってるよ。陰毛全部剃ってるよ。でも競輪選手ってさ、陰毛はおろか、あの、すね毛も全部剃るんだよね。競輪選手はあのすね毛とか全部剃るんだよ。あの転んだ時に痛くないようにっつって。わしはあの陰毛だけ剃ったけど、陰毛剃るとめちゃくちゃ気持ちいいんですよ。気持ちいいというか快適なんだよ。あるのとないとで全然違う。あの髪の毛と一緒だけど、髪の毛もそうなんだけど、髪の毛もあの全部あの私はいつも毎回坊主にしてますけどもね。まあ今長いけどさ、今年の4月に坊主にしてから今伸ばしまくってるけど、また近いうちにまたあの五輪狩りにしますよ。髪の毛もそうだった。髪の毛もね、あの最初ね、
まあ食わず嫌いな感じでね、うん、やりたくないなと思ってたけども、勇気をね持ってですね、勇気出して2014年にあの初めて五輪狩りにしたんですよ。そしたらもう快適なこと快適なこと、それがそれ以来私は一切床屋ってことない。それ以来全部バリカンで買ってる。さらに言えばですね、あの陰謀に関しては私があの今年の1月にですね、今年の1月にブーメランパンツ1丁で寒中水泳を行ったんですけれども、その際にブーメランパンツだと陰謀がはみ出るとバンになると思ってですね、陰謀全部剃ったんですよ。そしたらそれもまた快適なこと快適なこと、あなた快適ですよ。だからもう陰毛と髪の毛は買った方がいいっす。陰毛は剃った方がいい、陰毛は風呂で剃ればいい。私が言うんで、私が言うから間違いないですよ。さあ下り下り、峠を越えたから下りです。しばらくは下りていってるね。よし、あ、よっこいしょ。車ゲドンあるじゃん、車ゲドン。一気にどんどん車ゲドン。中古車がこんなことになるんですね。中古車の店が、うん、続いてまたトンネルあります。トンネルくぐります。続いてのトンネルは歩道があります。ちゃんとね、ちゃんと歩道がありますんで皆さんご安心ください。次はちゃんと歩道付きのトンネル入りますんで、続いてのトンネルは源平トンネルですね。源平トンネル、源平の河川にちなんで作られたと思います。なんとですね、あのトンネルの形がね、あの兜なんですよ。兜、兜の形したトンネルなんですね。これ見ます、このトンネルの形。ほら見て、これ兜、兜、ほら兜型トンネルですよ。ご覧ください、これかっこいいですね。見えますか、これ兜型。え、独り言、ちょっと今コメント読めなかったからさ、兜型のトンネルね。下ネタ一言も言ってない。どこに下ネタがあったんですか今。じゃあ、あの源平トンネルくぐります。ここちゃんと歩道があるんだよな。なんでクリカートンネルだけ歩道つけないのかな。ここは楽だね、うん、ここは楽ですよ。オマントンネルじゃなくてね、もう富山県入ってますけども、源平ね、源平、源氏と兵士の挿入してない。
からさ、うるさいけど、ちょっと行きたくない。下行くの？下はダメでしょ？上でしょ？下行っちゃダメだよ。下行ったら宝達清水町行ってしまう。宝達清水町方面行ってしまう。誰が宝達清水町行くんだって話。上の道通っていかないといけない。またもう一本トンネルありますんで、皆さんもう一本トンネルあるから、それが越えたらもうあとはもう平坦な感じです。あのトンネルもしかして上りか？上りかもしれないよ。嫌だな。小矢部トンネルですね。小矢部トンネル。このトンネルでもうトンネルなくなるから、あとはもう富山平野になりますんで、ずっと平坦な感じです。この先前回の時か、これ往路の時ここ真夜中だったから怖かったよね。
真夜中ここ走ってたらさ、もし森の中からガサガサ音がすぐものすごく聞こえてくるんだよ。多分鳥かなんかだと思うんだけどさ、それがもうね怖くて怖くてたまらんかったけど、もう一山あるな、あそこにもう一山ある、あの山越えなきゃいけない。